やるとするか。俺どこら辺まで読んだっかな、このブログは。俺は今起きてることがよくわかりません。俺は何をすればいいんですか。混乱をしているな。あの国アトラス様がいらっしゃるんだろうか。アトラスに会って、で、黒幕くんあいつに乗るっつって、そいつはなんかじゃあ一緒にしまえみたいな、そんな話になったんだよな。で、メデューサの首持ってきて、どうやって持ってきないってんだか。メデューサの首って恐ろしいよな。ジミー・ヘラクレス、なんとかしてくれ。キーの手綱、これでペガサスという馬を読み出して空高く舞い上がれば展開いける。展開も結構ややこしかったな。あそこかなりなんか、手こずった記憶あるぞ。メディアさんの首を手に入れた。人間の未来の希望とやららしくて、人間の将来は俺たちにかかっているなんて言われてしまった。大げさなこと言われてもな。俺の子供たちの未来でもあるわけだな。何としても俺はやりとめるぞ。で、それで石化したんだよな。アトラス様は俺たちアトランティス人にとっては特別な神様だった。アールマー先生も一緒に石にしてしまった。複雑な気持ちだ。俺たち間違ってないよな。まだそれで終わってないと思うけどな。カリスやエピファ。またアトランティスへ行こうって言い出した。それもいいだろう。何かわかるかもしれないからな。ゼウスの涙というものがあれば、オリハルコン鉱山。言いにくいな、これ。入れるかもしれない。ゼウスの涙のツイートを与えに行けば何かわかるかもしれない。王様にあれなんだよな。ちょっとなんか脅したのか何してるのか知らないけど、なんか怖がったんだよね。なんかよこせってのか知らないけどさ。パリスがなんか。オリハルコンをゼウス、神殿の泉に浸して作るそうだ。おう。もっとゆっくり物事を深く考えてみたいな。俺にはそういうことが結構合ってるんじゃないかな。ほう。なるほど。王様がオリハルコンを貸してくれた。ゼウス神殿の泉に浸せば、ゼウスの涙が出来上がるはず。うん。これでオリハルコン鉱山に入ることができるはず。9000年前のギリシャ兵と同じやり方ってのが気になるんだけど。あ、なるほどね。日記を読み返して思ったんだけど、俺はだんだん変わってきたと思う。旅を続けた影響だろうか。少し大人になってきたかな。最近は初めの頃みたいに、ジミー、どうしようなんて書いていない。そうか。結構なんか最近なんかどうにかしてくれってなんか、ジミー、ヘラクレスどうにかしてくれってなんか、俺はなんかみたいな気がするが、あれはどのぐらい前の話なんだろうか。よくわかりませんね。じゃあここでついにじゃあ始まりの地に戻るって感じか。じゃあもうラストかな。ラストっぽい感じはするけど、どうなんだろうね。俺には分からんぞ。さあ、でここから入るね。ゼウスは涙使うぞ。待てよ、どうした。おお、開いちゃったぞ。不死身じゃなかったらどうすんだよ。さあ行きましょう。なんか変なんだよな。お、何これ、なんじゃこれ。ロックマン X4 みたいだな。雲のなんかジャングルのステージみたいな。なんだこれは。なんもない。なんか研究所みたいな感じか。ちょっとアトランティスはなんか名残のような感じなんだろうな。これはすごいな。これ下っていけばいいの。ひたすら俺たちはずっと下っていけばなんかあれか、なんか。降りれんじゃん。あ、こうやっていけばいいの。あ、じゃあひたすらなんか降りることもできんじゃん、これって。別に登る必要はないって感じ。じゃあこうやっていけばいいんじゃん、だって。何かあれば。敵が出てこないね。俺としては非常に助かるんだけど。あそこ行けねえ。うわ、マジか。何かあれ。めちゃくちゃややこしいじゃないか。そんなのなさそうな気がするけどな、正直な。ないでしょ、多分。ここは、おお、すごい、なんかめっちゃ落ちてる、なんかもう、とてつもなく落ちてっけどさ。ちょっとなんか、一個ぐらい発見したいよな、宝な。それによってちょっと判断できる。すげえな、これ。んじゃ、このわけなかんね、軍団は。大丈夫か？このレベルでいける？てれてれてて。俺ね、ちょっとわかんない。ヘラクレス、なんだかんだ40いってんだよな。おお、なんか今日これ食らってんの、割と。この倒せないね。なかなかしぶといな。ロードアーマーなかなかしぶてえぞ。てってでーん。ちゃっちゃじゃん。おいったか。
もしかしたら最後かもしれないからな。この曲を聴けるのは。その可能性はだいぶ高い気がする。こういった。2262。ええ感じじゃないのか？これ下るのこのまま。あ、これはいけないのか。じゃあ一応これを使わせてもらおうか。じゃあ、いまいち効果がよく上がらない。楽しよう。で、トヘロス。誰だお前は。いいね、このなんかやる気の出る曲なんだ。やる気の出る曲がいいじゃないか。おいぞ。ほれほれ。いいよな、こうやって掛け声があるの。何これ。謎の技を受けてしまった。ちょ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 。おお、そこどうやって行くんだあれ。てか、え？何、結構ややこしい感じ。これ登ってる間もしかしたらあれじゃないの？敵出ないんじゃないの？実は。てんてんてん。あっちがあって、あのって、で、こう落ちたらダメで。うわ、マジか、これ、ややこしくねえか、ちょっと。マジで言ってんの？これ、降りれないんじゃなくて、ここ。何、戻ってきたけど、じゃあ登ればいいの？登って、じゃあ右行って、じゃあ降りるべ？通りで。ここ下ればいいわけ？でもこっち行き止まりだったよね。え、どこに行けばいいんだよ、それあったら。聖なる剣。聖なる剣か。あ、もうそんなもんか。そんなもんなの。あ、でもゼウスがあるか、まあ。まあ多分一番強い装備だろうから、まあ。それ考えたら、愛になるかもしれんな。どこ？いや、これ完全にダンジョンだろ。今ちょっと また登って戻ってきて。マジで言ってんの？あれ思い出すわ、なんか。初代ヘラクレス思い出すわ。あの時みたいになんか永遠に一生なんかもうダンジョンなんかさまよってるだけでなんか終わるんじゃないかっていうなんかそういうなんか説があったけど、もうそれのあれじゃないかな。あれが再び俺のところになんか現れてきたんじゃないかっていう、そういう感じだよね。これこうやって行くんじゃないかもしかして、なんかこうやってなんかさ渡ってってさ、また俺もうまず出口こう何なんもないの。てってってってて、もうやばいぞこれ。絶望的すぎるこれ。あの、ハデスの城と一緒だよ。もしかしたら一生俺は出すようなできないかもしれない。てん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 。右の方行ってないから、ここじゃ怪しくね？あ、くっそ。あれ使ったわ。ダケープ使ったわ。で、一回戻る。一回戻ってきた。こうだろ？これでいいんだろ？で、ここは、ここ本当になんもない。いや、それはないだろ。ここ調べてなかったもんな、ちゃんとな。なんもないのか。マジでなんもないの。そう。でもここしかないよな、怪しいのな。あそこ、あんだけなんかもう頑張ってやったんだから。あ、ここ下れない。下れないやつが行けなかったから、じゃあこうでこうで。え？で、これで？あそこは何なの？あのなんか上のわけなあかんねん。この棒は登れないし、だって。どっか入るとかあんのか、それとも。こう言ったら、こう言ったとなんか入れるところもねえよな。え、こういうなんかはしごとか取れんの？こういうなんか持ってきちゃったんだけど。マジで言ってんの？これはこのはしごみたいな。そう、どっか入れるとこあんのか？そもそも。ない。ここは？間違えた。やらかす。こう言ってなくね？あ、こう言ってねえじゃん、俺。なんでここに気づかなかったんだ、俺。もう気が狂ってしか言うな。気が狂ってるだろ、これ。なんでここ発見するまでどんだけ時間かかってんの、一体。こう下ればいいんだろう、だって。下ってようで、それの上に登っていくような感じでいけばいいんじゃよ。多分そういう感じだろ。ててててん、ててててて。戻ってきた？あれ？ここは？お！ついに。ついに来たぞ。長年のなんかあれが達成されたな。これどっちか行くべきなんだ、これ。こっからが？多分こっちじゃねえ、むしろ。よそはこっちだ。おーし、ほら！でもなんかもうこんな感じじゃないかな。もう大してなんかあれが手に入ってない気がするわ。いや、マジで言ってんの？あれもう全部カットすかな、もう。あんなわけなあかんねえとこずっとなんかもううろうろうろしてんの。完全にやばいだろ。おお。お！
せに気を呼ぼう。鉱山の入り口が開いた。奥底に俺の体があるんだ。無事だろうか。無事じゃねえんじゃねえか。頭の中がぐちゃぐちゃで何も考えられない。落ち着けプラトン。変わってねえじゃねえか。ジミーどうしようなんて書いてない。ジミーどうしよう。うらぁ、もうドキドキだ。今ヘラクレスに見られてしまった。あ、ニヤッとしたな。すっかり心を見透かされた。俺の気持ちなんかわからないくせに。よく言うわ。鍵がかかっている。うわ、ついに来たか。これやばいんじゃねえかな。もう誰もいない。え、誰もいないの。あ、ここから落ちんだ。うわ、マジか。落ちるってか。あー、ここ懐かしいな。あったあったあった、これ懐かしい。ついに来たぞ。大丈夫か、お前。そんなはっちゃけんなよ、パンドラ。なんかお前ら、そんななんか分かれんの。お前気ぃつけろ。いよいよだな、ジミー。蓋を開くぞ。マジで怖えー。力を入れろ。怖すぎる。究極の恐ろしさを感じるぞ。あったー。俺の体こんなだったんだ。あ、あんの。普通入ってんの。若いな。大丈夫。おお、体がいる。懐かしいな。乗り移っちゃう。あ、マジで。おお、これ本物はじゃあ帰っていくってことじゃ。あ、いなくなった。お、戻った戻った。気に入ってくれるかな。くれないかもしれんな。ここへ来たのそのためだけではないぞ。てか俺は、この箱は。ん、おう、まあ、これも懐かしいね。とてつもなく懐かしいな。取り戻した。おう、よかったわね。いよいよだな。お、ついに、ついにこの巫女とも別れか。やっと来たのか、この時が。よかったな、さぞ嬉しかろう。名残惜しいよ、なんか。なんとかして地上もどうやって持っていくの、あれ。もう一つ体が。あるもん。わあ、う。なんてこった。やっぱりそうか。気がついていたのではないですか。アトラスが一緒に去った時に、あ、よく逃げ出したのです。エピファーの体を借りていた。ふざけやがって。どうしよう、どうなったんだ、あいつ。一体何を始めるんですか。復讐。何に対する復讐か。今となった私にはわかりません。私の心は滅じるんです。私の心は。なんで。不気味な声。グガ。理由などいらぬ。何に対しても構わぬ。復讐こそ我が使命。アルマ、考えるな。心のままに我に従え。おお。今の声聞きましたね。私は私だって私ではない。自分の心の半分を魔物に明け渡してしまった。おお。箱を開けた時に魔物も取り付いた。なるほど。何とかして心の中から追い出そうとしました。しかしそれは叶いませんでした。私の力ではどうしようもありません。私は魔物から解放してください。さあ、マジで言ってんのか。おお、お、すげえ。んじゃこれ。あ、これもしかしていける？できる？俺だ、俺。俺はどこにいんだ、俺は。そもそもいるのかって話だよ。いないかもしれない。いねえのかよ、チキショー。あ、いた、いた、いた！アドラスの兵士。これだよな。そうだよね。行きます。行きます。で、ちょっと待て。聖なる剣を俺は拾ったから、それをどこで、どこなんだって探すの。めんどくせえ。もうお前もういいよ。もうじゃあもらってくぞ。ヘラクレス、お前のやつもらってくぞ。
俺3人なの、マジで3人なの。でパリスずっといたのに、おすげえ音鳴ってる。よし、殴れば、殴りまくれば、とどめだ。くぬ、よし、それでいいんだ。お前はもうケチョンケチョンすると、いくらお前が魔物に取りつかれて、おお、いたからと言って、そう、ずいぶんあっさりすぎだろ、これ。なんか。それはないでしょう。ダメです。もう魔物、抑えられません。マジか。あれ？待って。どうやってここへ？モイラさんを頼んだ。その、どうでもいい。私も戦う。おお。大好きだった先生だもの。君たち、こうするしかないんです。負けたなりませんよ。ついに来たか。何戦うのこれ。じゃあぶちのめしていくとするか。じゃあもうなんか結構ガチでやばい感じじゃないの。うう、何をやりやがったこいつ。キキクリすぎだろ。やめんかお前、めちゃくちゃあれじゃないか。もう混乱ってなかなかちょっと恐ろしいことやってくれんな。ちょっと容赦なくなってきたな。もうちょっと危ねえぞ、これ倒せんのかこれ。倒せると信じて俺行くしかあるまい。頑張っていこう。ヘラクレス、あとお前に全部任せた。お前今までいろんなやつと戦ってきたじゃないか。ハーデスとか言うわけなあかんやつとかよ。そうだろ。そうだね。お前は誰なんだ一体。俺はヘラクレスじゃない何者かに今声をかけられてる気がする。なんだこいつ、混乱お化けじゃねえかこいつは。おやめろ、ヘラクレスはやめてくれ。空はやめるんだ。めちゃくちゃこれ、なんか何回こうしてんのこいつ。とんでもねえぞ。じゃあところを使わせてもらう。お、やばいやばいやばい、俺にやれ。じゃあなに、殺しやがった。やりやがったの。385のダメージ、とんでもねえな。いやこれ強いぞ。いや強くない。いや普通に強いんだけど。いや、やばくねえかこれ。まさかここまでちょっと強いと思わなかった。仕方がねえな。ヘラクレス、それとお前にかかっている。お前その力ってやつを見せてくれ。なに、そうはさせないと言わんばかりの爪切りを刺しまった。なんということだ。痛くないぞ。よし、これどうだ。早くぶっ飛ばしてくれ。こいつを倒してくれ。じゃないと俺はもう、おい、てか、1しか食らってなかった、今。あの派手戦思い出すわ、なんか、遠い昔の。もうお前にこれ、もうこれをかける。もう早くこの戦い終わらせてくれ。この戦い終わらせてくれ。ヘラクレスは1しか食らえないぞ。あの派手戦の、あれの再来じゃないか。なんだって一体。今、あいつ回復しなかったんだ。気のせい？よろしく、ヘラクレス。お前何回俺の邪魔すんねんって。何回俺の邪魔をするんだよ。俺が強化しようとすればするほど、お前はなんかもうそこに立ちはだかる。そしてプラトンなかなかお前頑張ってるね、なんか。なんということだ。ヘラクレス。以上ダメージ。ええぞ。深く。とどめだ。これどうだ。よーし。必死に頑張ってくれ。これどうなる？もう食らってないんだ。なんだかんだね。もう何もできねえ、もう俺。もうただ今見てるだけだから。完全に見てるだけだなって思った。おお、これやばくねえか、これ。俺プラトンやられるぞ、これ。やられちまった。ヘラクレス！ヘラクレスだ！それとお前にかかっている。お前がどうにかするんだ。お前は今までいろんな敵を倒してきた。あのタイタンの子孫とやれる魔王クロノスが倒したからな。その前はハデス。で、その後はなんか、わけなあかんねえ。わけなあかんねえと倒したりもしたんだ、お前は。どっかのトランティアの国の王様みたいな、あのとてつもない強いやつもいたな。あんなやつもいて、だがそれともお前は乗り越えてきたじゃないか。あの時もお前が最後決めたよな。俺は知ってるよ。どんな時でもお前が頑張ったってこと。これいつ終わんだよ、この戦いは。もう何もできねえぞ、マジで。俺はもうただもう、こいつの戦いを見守るしかできない。これなんか、前回服使ってんじゃないかな、まさかな。
その可能性がある。恐ろしいよ。まさかの一騎打ちだよ。もう倒してくれ。ちょうどいいんじゃない。これがふさわしいのかもしれない。これがヘラクレスの栄光の最後だよ。ただこれで終わりなのかな。てかあいつなんか回復しすぎじゃね。全回復してんじゃない。もしかしてそれ500ぐらい回復してるかもしれないし、ね、どうしよう。その可能性は十分にあり得る。だとしたらもうこのトラック終わんねえぞ。まだこっちは300回食らっても問題ないけど、300、あと299回だ。どんだけでって。早く倒してくれ。早く倒してくれ、このわけながらのお化けが。アルマしぶとすぎだろお前。さすが9000年生きただけある。ヘラクレス何年ぐらい来たんだろうな。また回復しやがってこれ。日陰にしろマジで。ヘラクレスはもっと生きてるのかもしれない。おい、終わんねえぞこの戦いは。とどめだ。いたか。行ってない。もうずっと俺もこのままなんかもう何もしないでもう10分以上なんか見続けなきゃいけないかも。しかもこれでおしまいなの。これでおしまいなんかな。これでおしまいって感じがしないんだけど。でこの戦いさ、もしさ勝ったとしてもさ、じゃもし第3形態があったとしたらこの状態で続けるわけだよな多分な。多分そういうことだね。あでもヘラクレスあれかなんか回復のやつ持ってるかも。持ってるけどなんか確かそういう技はなんか持ったような気はしてるかもね。ああマジで終わんねえぞこれ。どうすればいいんだよマジで。これも永久に積んで、これ積んでないよなまさか。積んでる。俺はいずれ殺されるかもしれんぞ。もしかしたら殺される可能性はある。この状況がもし永遠に続くんだとしたら。いた倒した。なんてひでえ戦いだ。もう最低の戦いじゃないか。油断してはいけません。魔物が本性。おお、まだ来んのか。地味だけ微動だにしねえな。グヘヘ、お前もグヘヘか。グヘヘお化けじゃねえか。おお、なんか、曲が。お、パリスが復活してる。なんでパリス復活してんの。あ、俺もあれ一応ギリあれ。てか、見た目すげえな、これ。もうネオ、なんかエクセレスみたいな感じになってるの、なんか。もうとりあえずあれだ。ああ、よかった。とりあえず全員回復してな。回復つかなんかまあ。おい、やめんか。危ねえ。心配しないで。おお、いいぞ。いいんだ、それで。よかった、全員来たぞ。もう一気に終わらせるぞ。もう一気に終わらせるよ。この恐ろしい戦いに俺は終始するぞ。もう何が起こるか分かんねえから、この先は。お、いや、結構強いな。いや、もう第三形態になった瞬間に、そんな強くなくなるっていうパターンなんじゃない。もうちょ、もう行ってこい。もう短期決戦に、さっきの戦いがあまりにも長すぎたから。もう叩き潰してくれ。ひどすぎる。あ、こいつの単体はまあでも結構強いのかな。でもそんなでも食らってないな。また第二消えたのが強いパターンじゃねえかこれ。なんかこの感じでいったら、あれいった。お、これがあれが真の本性表したか。表しやがったな。あ、てか何も使えないんだ。もう祈りが使えねえんだな。なんかあ、てかやばいじゃん。もう回復は使えない。じゃあもうあと殴っていくしかないかも。じゃあ地味は殴っていくぞ。ひたすらも頑張っていこう。おい、た行ったか。あ、行ってない。これはまだんてか。これまだんてかもしれん。やばいぞ。おな、なんか変わった。なんか背景が変わったのか。副次に571、571って少なくね。あんだけやったのに。なんかうお、あとここやばいか。うわ、まずいまずい。え、これまずい。いや、まずいぞ。いや、これ結構ガチでやばいパターンじゃん。危ねえ。いや、やばい、これ。なに、ステラス2倍にしたのに。しかも、ヘラクレス、大丈夫、あなた。これはちょっとあれだな。ちょっと、急になんか恐ろしくなってきたぞ。あれ使うか。まあ、先にあれ使おう。これ使おう。うわ、それなんだ。ビッグバン。ビッグバンか、これは。やめろ！プラトンが。危ねえ。でも、回復使えねえじゃん、もう。回復のあれがあったら、なんかあの、赤いネクタル健康にする。
青いネクタルとかそういう類のあれがあったらなんか一体それはどこなのか。これだ、ちょっぴり回復する、回復してくれ。じゃないと俺は非常にまずいことになる。やばすぎだろマジで、とんでもねえぞ。あの祈りがどれだけ強かったのかっていうあれだね。それを俺は再認識して、ヘラクレス、お前と二人きりになっちまったな。どうやらそのようだな。イグスカルマイ、これはとんでもない戦いになるぞ。先が読めなくなっちまった。よし、とりあえずこれ使うわ。で、これ何があっても言うように止める。眩しいのかやめて、やめてくれ。うわ、危ろ、危ね、危ね、極まりないよ、これ。とんでもねえぞ、マジで。これ一回回復だ。間に合った間に合った、めちゃくちゃ、やばい。よし、死んだ。なんてこと。なんてことだ。マジで言ってんのか、これ。ヘラクレス、あとは頼んだ。なっ、まずい、まずい、強いこいつ。慣れてんの。やめんか、お前早く倒して、倒して。うわあ、あれ強い、なんか右の、やった、危ねえ、あぶな、あぶねえ、マジで。おお、アルマがくたばっている。いや、これやばいだろマジで。危な、ふぅ、とんでもねえ戦いだったな。4079、え、まだあんの、まだないよな、まず。いや、もうないだろ、さすがに。いや、ヘラクレス4だから、あれか。終わりですね。本当によく頑張りました。アトランティスの子供たち、そうやって油断させてなんか、あれなんじゃないだろうな。聞きなさい。間違っていました。命は永遠です。研究などなくても命は永遠なのです。ただ、それに気づかないだけ。おお、なんだ、何聞こえるかい。そこはもう危険だよ。今助けるからね。え、で、お前は姉さんか。さあ、アルマ、行きましょう。お前ら行くのか。おお、久しぶり。危ないとこだったね。一体何が起こったんだ。ゼウス、さっきの場所埋めてしまったんだよ。埋めちゃったの。なんということだ。埋もれて、それでよかったのか。封じ込めることができなくなったではないか。そうだね。いつでも心の中に魔物をしまい込んでいきなきゃならないのさ。ゼウスにも考えがあるんだろうさ。恐ろしい話だな。自分の体どうだい。ああ、まあいいんじゃないの。どんな感じなんだろうな。魔王に負けない強い心だといいけどな。おい、大丈夫か。無駄なことと分かっていても私は魔王を倒す。幾度でも復活するがよい。かっけえな。なんだそのお前は。デターミネーションかお前は。うん、みんな亡くなってしまった。人間はこれからずっと魔王のところに生きてくるなんて。自分の体は取りましたけど、これからの人生は大変そうだな。俺は頑張るぞ。本当の俺として迷わずに生きてくるもんな。そうかもな。ちなみに、日記は更新してる？へっ。まったくよ。うん、話したよ。実はね、何？別れの時が迫ってる。何？なんで？それはどういうこと？なんだ？姉さんたちが運命の糸車を回し始めたんだよ。運命に従ってそれぞれの場所に戻ってくのさ。何、どこに行くの一体。ヘラクレス、お前はいつでも戦いともに生きるさだね。悲しいな。お前にも分かっているはず。名残惜しいがこれも定め。仕方あるまい。さらばだ。行っちゃうの。相変わらずあっさりしてないだな。あっさりしすぎだろ、ほんと。なんかもう、イマンドラへ戻れるのか。さあね。ああ、プラトン1万のか、お前。特別に教えようか。運命なんてのはどうにも変えられるのさ。けれどもそれは誰にでもってわけじゃない。私らが選んだ人間だけ。おお。幸せにしてやりたいって私に思わせた人間だけさ。どんな人間選ぶかって。それは決まってるだろ。幸せになりたいって一生懸命努力してる人間だ。プラトン、帰りなさい。あんたの運命の糸は子供たちの運命と絡み合っている。私らにもほどきはしない。あべよ、プラトン。
お別れみたいだ。でもすぐ会えるな。まあそうだよな。今度に来てくれよな。友達いなかったから、あいつも嬉しかったぞ。おう。なんかお前が主人公みたいな感じだったよね、かも。むしろ。ヘラクレスと対立したりとかな。あんたの望みは分かっているよ。こればっかりは二人の気持ち次第。頑張ってみるんだね。二人の気持ち次第。ジミー。待ってるから。おう。ずっと待ってる。確かにね。そのために頑張ってきたのか。何回も取引をして。あの冥界で。で、俺はどうすんだ。何？ヘルメスに報告するから、じゃあ報告しとくか、じゃあ。うん。あとはあんただけかい。そうみたいね。姉さんたちが呼んでるようだ。そろそろ行かなくちゃ。さて。旅の始めに約束した通り、新しい運命の糸をあげよう。何も織り込んでいない。何色にも染まっていない。本当に真っさらな新しい糸だ。あとはあんた次第さ。うん。楽しみなさい。運命の流れに乗って楽しみなさい。運命に逆らって楽しみなさい。もう面白いこと言うな。命は永遠かい？命は限りあるものかい？わからないね。でもこれだけはっきりしている。今この時はもう持たないよ。さあ、楽しみなさい。そうだな。楽しんでいくとするか。終わった。終わっちまったな。終わった。あんのかな、これ、その後の話みたいな。あ、なんかあっさりしすぎな気がするけどね。なんか家族と一緒にいるプラトンとかさ、そういうのあんのかな。なんか感慨深いものがあるな。何なんだろう、この気持ちは。これはもうヘラクレスの栄光を1からずっとやってきて、なんかもう彼らと共に旅をしてきたっていうのは、なんつうのかな、来るものがありますね。これは込み上げてくる気持ちというか、そういうものがあるな。いや、でも面白かったな。面白かったわ。ヘラクレスは相変わらずさっぱりしてるし、喧嘩もするし、あいつも相当長生きしてんのか知らねえけど、9000年以上とか知らねえけど、長生きしてんのに生きり立ってるし、なんかもう生きり立ってプラトンと喧嘩して、それで仲たがいしてって、なんかあれ珍しいよな。珍しすぎるっつうか、なんかまさかの喧嘩別れっつうか。この曲はやっぱテーマ曲なんだな。4はなんかね、なんかすごい、一番やりやすかったかもしれない。あの実況っていう、なんかなんつうの、その、そういうくくりで見たら。なんか時間経つのすごい早かったし、で、なんかもうすべてが、なんか完成度が高かったと思う。なんかバトルもストーリーも。お。やっぱあるんだ、そういう、なんか。よかったよかった。その後の人生が見えるんだ。どんだけ子供がいいんだよな。お、なんだ。ベッド行くことあんなかね？ベッドが足んねえぞ。お前床で寝るみたいな。おお。楽しんでおるな。あ、こうやってじわじわあれね。その後が見れるって感じが。うわ、すげえな。悲しいな。曲が悲しいんだよな。てか、明快のの曲がなんかすっごい、なんかね。あれと、ゾンビの女の子のさ、リアリか。あいつのお母さんとのなんか下りがなんか、マッチしすぎてっつうか、なんか。あそこがすごい、やばかったかなっていう。どんだけ悲しいんだよ、つうの。曲はなんか全体的に良かった気がするな、なんか。てか、ヘラクレスなんかもうシリーズ通じてなんか良かったと思う。でも一番やりやすかったわ、4が。まあ、実況っていう、まあ、なんつうの、まあ、いろいろあるけどね。1はこれがいいとか、なんか2はこれが良かったとか、なんか。トータル、総合的に見たらなんか4が一番なんか、動きも早いし、で、バトルもすぐ終わるしっていうのが。で、神殿にもすぐパパパっていけて。まあ、やりやすかったかなとは思うな。バトルはなんか3の方が良かったんじゃないかな。3の形式はなんか一番シンプルっていうか、なんか分かりやすかった気もするけどな。まあ、4は4で、まあ、いろいろ、
まあ多分いろいろ戦略あるんだろうな、きっとな。まああんだけ100人以上なんかあの、乗り移りシステムみたいなのがあるから。おお、この曲来た。ついに来たか、この曲。いいね。統括するか、じゃあ。やっぱインパクトで言ったら、ワンだよな。もうぶっちぎりでワンだよ、もう。お、ここであれか、パリス来るか。お、やっておりますね。看護婦か。全然人いねえじゃん。てーてーてーてまあ、インパクト部門で言ったら、まあ、やっぱあれだよな。もう、ワンがぶっちぎりだよね。もう、とにかくワンだよ。もう、あれを超える、あれはなかなかないと思う、本当に。あの、ヘラクレスを操作して、なんか、チャカ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 チャチャンってなんかもう、狂ったようにバトルしても、しかもずっと怠慢で、魔法も使えなくて。で、魔王は一体誰なのかみたいな。魔王使わなかった。そもそも魔王を倒すのがあれだったのみたいな。この話の目的だったのって。すべてが謎で、なんか、面白かったけど、すげえ面白かったっていう。2はなんかもう ドラマチックって感じだったかな。なんかもう、なんか物悲しいっつうか、もうなんかもう全体的にそんな感じだよな。初めて仲間ができてっていうのは、ボラオンと、ボラオン、ビクトール、ジャンヌ。ジャンヌじゃねえや。夜だか。まあ、ジャンヌも結構悲しかったけどな。で、2で初めてヘラクレスに会った時はほんと感動したらなんかもう、しかもタロスがいるっていう。タロスで笑す実況プレイだったの。あれ相当感動したもんな、あの時は。しかも超強いっていうの、バカみてえに。どんだけ強いんだよってね。で、まあそんな中でまあ、ラストボスも結構強かったな、そこそこにな。ワンとは大違いで。3はめっちゃ面白かったかな、ほんと。3はね、まあとにかく、ね、いろんなことがやりやすくなってたから、まあ、そこで一気に進化したんだなっていうのは。あった。お、終わっちまった。でも3はあれだな、やっぱあの、どんでん返しっていうかな、最後の。あそこはやっぱすごいなと思ったわ。うわ、マジかみたいな。途中からバオールの話がなんかいっぱい出てきて、そっからなんかもういろんな国でなんかそいつの話が出てきて、で、それで言ったら何なんだろうみたいな。なんで不死身のやつは3人しかいないはずなのに、なんで4人だみたいな。いろんな伏線があった中で、そこでなんかハデスに出会って、そっからのクライマックスみたいな。あそこの怒涛の流れがすごかったんだよな。そっからの運命を超えていくっていう。時の流れを変えていくみたいな。あ、なんかあのクロノスと2のラスボスのクロノスなんか違うらしいね。なんか違う人物っていうか。なんかあれはタイタン族のなんか、クロノスで、で、3のやつはなんか時の流れの神のクロノスみたいな感じらしいぞ。まあ、そんな感じで、なんかじわじわ来る面白さってなかったな、なんか。じわじわからのズワーンというね、面白さは3にはあったと思う。で、4はなんかまあ、全体的に、じわじわっていうよりも最初からもうガーっていく感じで。まあ、没頭できる感じだ、あの、話の内容だったなっていうのは、あるかもしれんな。で、やりやすかったから、もうあっという間に時間経つとほんとすごい早かったわ。4やってて。なんかあっという間に終わったっていう感じがするし。そんな感じかな。面白かったわ。では、ヘラクレスの栄光。ワン、ツー、スリー、フォーと、まさか、やることになると思わなかったわ。いやー、めっちゃ面白かった。ヘラクレスのことは忘れることはないだろう。では、さらばだ。戦争地、See you!